さあ、最後の球、総御球は目の前だぜ。聖夜、君に頼みたいことがあるんだ。総御球に着いたら君はまっすぐ教皇の間を目指してくれ。シュン、僕はどうしても一人で総御球のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって。12球最後の総御球を守るセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われるピスケスのアフロディーテ。僕をセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあ聖夜、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。なに、お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん、ちょっと通らせてもらうぜ。アバヨー、ピスケスのゴールドセイント。聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を、行くぞエグラッチェーン。少子な。あなたには聖夜が総御球を抜けるまで動かないでいてもらうよ。ふん、アンドロメダ、この総御球を抜けたからといって強行のままでたどり着くことはできない。なんだって。あのペガサス、途中で生き絶えるだろう。バラの葬列に送られている。デモンロアフロディーテ、バラの葬列とは何。聖夜はどうなるんだ。友の末路を知らずに私に殺されるのもかわいそうだ。教えてあげよう。この先、同行のままではデモンローズという猛毒のバラで埋め尽くされている。何だって。デモンローズの破片を失い、トゲにかすっただけで五感を失い死に、ペガサスはおそらくペガサスを進まぬに死に。君のような男がここまでの力を秘めていたとならば、そのアンドロメダのクロスを粉々にしてやろう。前、黒ドラよ、ピアニアンロース。ネビュラチェーンまで、一体あの黒バラ。ロイヤルデモンローズの赤いバラは時間を置いて死に至らしめるが、この黒いバラは即座に敵を倒す。そう、黒バラの部分はピラリス、いかなるものであろうと触れるもの全てを引き裂く。もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だが、もしあなたが聖夜を助けてくれるなら、果てなるセイントとして心を改め、先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ。シュン。やるようにしてやったものだ。なぜまた立ち上がる。死んでもらうぞアンドロメダ。アフロディーテ、あなたも正義を守るべきゴールドセイントなんだ。なぜ。それが甘いと。
見事だ。アンドロメダ。だが、間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ、滅びる。僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の仇も。